最後に、しゃべくり始まるよ。ここで買えば、いや、それ言っちゃダメなんだ。ダメ？ダメダメ。マジ？そうね。っていうのね、ここでに売ってるぐらいは。あ、そうそう、それは言う。はい、皆様こんばんは。6月15日月曜日、第242回のしゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、先ほどですね、ちょっとにわか雨みたいなの降りまして、この松代センターもね、ちょっとあの蒸すっていうんでね、ちょっとあのエアコン除湿をかけて今、中継しておりますんでね、そんな今日の松代でございます。今日のゲストをご紹介いたします。美術研究家でもあり建築家、まあ一級建築士で、長尾明建築研究所を経営していらっしゃる長尾明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。マッスロ生まれでマッスロ育ちとお聞きしましたけど、研究所を立ち上げたのはいつ頃ですか？1996年ですから、はい、19年になります。19年になりますか。何歳ぐらいの時ですかね？31歳。はい。で、まあ実際あれですかね、まあいろいろと、まあ、仕事をやって、まあ、独立したって感じなんですけど、はい、これマッスロであれですかね、下積みみたいなことをやったですか？長野市内の、うん、建築設計事務所で、うん、勉強させていただいて、その後で独立したっていう話ですね。はい、わかりました。で、今回はですね、こういうその、まああれだね、真っ白の画家っていうかね、恩田緑院だとかっていうの、まあそういう本も出されたんですよね、これね。はい。これのきっかけってどういうあれなんですかね、これもちょっと。はい。ちょっとお話ししてください。はい。これはあの2004年、うん、11年前にまあ出させてもらったんですけれども、うん、当時私あの松代に、うん、江戸時代の女流画家がいたっていうのは全く知らなくて、はい、まあそれが恩田緑院なんですけれども、たまたまあのこの緑院の、まあ先祖の家である、松代のお休みどころの日暮さんのミニギャラリーで、はい、緑院の絵を初めて見て、はい、非常に衝撃を受けて、うん、まあ、あの絵画とか興味あったもんですから、うん、それからいろいろ調べさせていただいて、うん、まあ、積み重なって、うん、一冊の本として まとめさせていただいたといった感じですね。まあ、美術家でもあるからというか、そういう本なあれになるんですね、やっぱりね。まあ、興味があるんですね。はい。また面白いんですよね、これね。真っ白、オカルトの聖地真っ白っていうんで、はい、これね、夢くらんでちょっとさ、真っ白サブオカルトナイトなんていうのちょっとやってもらってですね。はい、去年やらして。これもまた趣味はあるんで、あの嫌いじゃないんですけどね、オカルトサブカル嫌いじゃないんですけど、やはりあの恩田緑院と一緒で、うん、あの松代といえば水上山が非常にまあ売りですから、もともといろいろ興味あったんですけれども、うん、その過程でその松代を舞台にした世紀末オカルト学院というまあアニメが、はいはい、こちらでは放送しなかったらしいんですけど、東京でね、非常に人気があったというのを後で知って、いろいろ調べて見てしてると、うん、非常にまあ、あの、まあのめり込みというときにしたんですけどね、あの興味が湧いてきて、いろいろ水上山とオカルト学院のことを調べたりってことで、あの夢空間さんで不思議な話 と、サブカルチャーのアニメの話をさせていただくと、はい、ちょっと面白いあれですね、はい、で今回は善光寺コードということで、あの、はい、いいですかね、こういう形の本をちょっとね出しました。これ出そうとしたきっかけってどういうあれですかね？これあの善光寺コードという本は、まあコードっていうのは暗号という意味なんですけども、副題が諏訪御柱の守護秘術という、副題がついてるんですけれども、内容は要はその善光寺と諏訪大社には密接な関係があると。で、我々は普通善光寺と諏訪大社なんか何にも関係ないと、関係ないと思いますよね。ただいろんな古文献ですとか絵図をまあ紐解いていくと、そのコード暗号を散りばめられている暗号を一つ一つこう解読していくと、善光寺と諏訪大社には非常に密接な関係があるということが分かってきたんですが、きっかけというのはですね、松代のお祭りにそのもともとのきっかけがありまして、というのはお諏訪さんで御柱って開かれるじゃないですか。で、御柱はあの2本の柱をこう町で練り歩いて、で、神社にこう柱を立てるんですが、
実は松代から善光寺に奉納するエコー柱、うん、あ、ありますね、あれも2本の柱、はい、そう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 、あります、ね、2本の柱を引いて練り歩いて、うん、境内の中に柱を立てるって、うんうん、そっくりなんですよね、旗から見てると、うん、なるほどね。でなんでそっくりなのかなっていろんな人に聞くと、うん、いやそれは神社とお寺の祭りだから何の関係もないよって皆さん口々言うんですけど、私は何か関係があるんじゃないかということで調べたのがきっかけですね。なるほどね。でいろんなつながりが見えてきた、それを一冊の本にまとめたという感じですね。はい、で善光寺さんというとこういう形で無宗派だよっていうのがね、はい、結構あるんじゃないですかね。だけど大観心さんと大本願があるとう、ね、そうです ね、 ね、これはまあ善光寺の、うん、まあ、基本的知識と言えるかもしれませんが、うん、そうですね、大観心さんが天台宗、うん、はい、で大本願さんが、うん、浄土宗ということ で、ね、はい、それぞれ、25の院、15の坊がその下に付属して、うん、はい、あの宿坊とかされてますよね、お土産屋さん、ね、ありますね、これがそうですね、そうですね、ちょっと上の方に大観心、はい、で周りに255の院があると、はい、で下に大本願さんがあって、14の坊があると、で天台宗とまあ浄土宗なんですけれども、まあ一つの宗派に限定されていないということで無宗派と表現されることが多いようですね。なるほどね、はい、で今回の善光寺講堂の中でこれ見たんですけどね、1章から10章あるんだよね。でその中で、まあ、1章は5項目、はい、ね、あと14とか10、13、16、14、8、10とか、まあ6、まあ、これだけのあれよく結構調べたなと思ってるんですけど、はい、調べてどういうふうにやって調べてるんですか。一つはやっぱこの本自体が、うん、私としてはこう憶測的なものはですね、うん、極めてやらないで、うん、絵図とか文献を全部当たって、うん、裏を取って、うん、理論付けているというふうに、まあ、自分では思ってるんですけど、で引用文献だけでもね延べで156冊、全部引用してあります、うん、で絵図も相当入ってますんで、はい、それを、はい、まあ、図書館に行って調べたり、うん、まあ、本を買ったりと、はいはいはい、あとはいろんなその善光寺と諏訪大社のつながりっていうのが、うん、例えばこう街を歩いている時とかね、はいはいはい、人と話をしている時とか、はい、パッとこうひらめく時があるので、うん、そういうのは必ずこの手帳と、うん、ペンを必ず持ってんの、もうひらめいたらすぐこう書くと、で家に帰ったらこういうノートに、こうまとめてですね、ちらっと中見せてもらっていい、こうずらずらずらとこうペタペタ貼ったりですね、新聞貼ったりこう思いついたのを、例えばこう引用文献、うん、図書館行ったらこの本調べると、うん、で市の図書館行ったらこれ全部調べると、うん、こういうのを繰り返して、うん、まあ、文献とこのノートで、うん、まあ、2年間で何とかまとめて一冊本にしたといったプロセスですね。あとこれは何、あれだね、武井神善光寺さんの周りに武井神社ね、それとあと妻瀬名神社なんかあるでね、はい、こういったのはどういうあれだろうか。これはね、うん、非常に面白いんですけど、うんうん、善光寺三鎮守っていうのがこれも昔からあるんです、うん、江戸時代の文献にも出てて、はい、でまあ、武井神社、由福神社、妻品神社が善光寺三鎮守なんですが、うんうん、みんな祭神が諏訪大社の祭神で、うん、いわゆる諏訪大社の分社になります、はいはい、でレイアウトがですね面白くてですね、こういうレイアウトになります、うん、今はここ善光寺の本堂があって、はい、かつてはここに本堂があったんですけど、はい、武井神社、妻品神社、由福神社が諏訪大社の分社、はいはい、でここの武宗方富の御子と彦神分神社、これはかつてですね、ええ、この本堂のそばにあったんです。で明治になって移転して、今のこの神社になってるんですが、ええ、これも諏訪大社の分社になります。で、かつて、善光寺境内にあった鎮守社ですから、これみんな善光寺の鎮守社、うん、まあ、私は善光寺四鎮守と呼んでるんですけど、この四鎮守でですね、持ち回りで御柱祭が開かれてるんです。で御柱というのがそもそもその社殿の周り四隅に柱を立てます、ね、結界を張って、うん、周りのこう間を寄せつけないというふうに言われてますから、まさにこの善光寺の本堂境内をですね、御柱4本の御柱が結界を張って守ってるんです、うん、で守ってるというのはこの鎮守社の鎮守がまさに守るという意味ですから、うん、善光、諏訪大社の分社が結界を張って善光寺を守ってるというのが明確に見て取れるんですね、うん、
でもこれ面白いね、こうやってずっと線引くとね、面白いんです。でさらに言うとですね、三角形この4つの分子を十字でつなぐと、うん、ちょうどこの交点、ここにね、うん、旧諏訪社があったっていうのが、うん、文献にあるんです。ここに、まあ、あの絵図では、本の中にあるんですけどね、うんうん、あの位置的にはですね、うん、世尊院釈迦堂っていって、まあ、2本目の回向柱を建てる南西に中、うん、そうですね、でそのね、うん、まさに釈迦堂の南西に諏訪社っていうのがあったんですよ。ですのでまさにこの5点もうピタリとこう一致してるんですね、結界。善光寺の本堂内に守屋柱というのがあるんですが、はい、これはね森の延べの守屋という、うん、ですね、善光寺のご本尊をこう叩き壊そうとした仏教反対派の有名な方です、うん、でその鎮魂をするために建てたと言われている守屋柱というのがあります、うん、ここにこれがそうだね、これも、あ、これが守屋柱なんですけれども、はい、実はですね善光寺というのは松代藩によって1700年に建てられるまでは、火災が10回以上あったんですが、松代藩によって再建されてから300年以上ゼロになるんです。でなぜかというと私が思うにこの守屋柱という柱がですね、影響してる。でなぜならばこの守屋柱は荒安という善光寺の裏山に飯綱神社里宮があるんですが、その荒安からこの柱の杉の柱を引いてきたっていうのがね、うん、江戸時代の文献に出てたんです。はい、でその神社が、うん、さらに言うと、うん、花房随一の神社って当時ね、うん、それも江戸時代の文献に出てるんです、うん、出てる。すなわち花房随一の飯綱神社里宮からこの守屋柱を持ってきたと、うん、なぜならば物の部の守屋っていうのがそのですね、聖徳太子とか蘇我馬子とかまあ善光寺創建に、まあ、間接的に関わった人に殺されてるんです。でその怨念があるので善光寺は十何回も火災に遭ってるんじゃないかっていうことで怨念封じと花房鎮火のためにこれが設けられたと思われます。でその証拠にこの守屋柱が松代藩によって建てられてからそれまでに10回以上あった火災がピタリとゼロになりました。これは怨念封じのおまじないが効いてるんじゃないか。さらに言うとその、飯綱神社里宮の花房随一の神様 のご神徳が効いているというふうに、うん、まあ宗教的には解釈できる。なるほど、はいはい、じゃあこれも言って栄光柱と、さらに面白いのはですね、うん、守屋柱っていうのが杉の角柱で高さ10メートルなんですよ、はい、で町路藩が高知監督、うん、で御開帳によって建てられる栄光柱も杉の角柱で高さ10メートル、うん、町路藩が奉納、うん、もうペアなんですよ。これ建築的に見るとこれ明確にもうこれペアのツインの柱だよ、うん、全て御柱と同じだよ、はい、でさらに言いますと、うん、これだね、これね室町時代の絵図に、はい、善光寺境内の御柱が描かれてるんですよ、うん、角柱で先が尖っててなぎかまというこのね、うん、諏訪大社特有のおまじないのこの釜が刺さってる、うん、でこれが善光寺境内にあった御柱です、うん、でこれが御開帳で建てられる栄光柱、うん、角柱で先尖っていってこの薙窯の打ち込み跡のようなものがこうあるじゃないですか、はいはいはい、これ非常によく似てますよね。ですので守屋柱と栄光柱すなわちあごめんなさい、御柱と、栄光柱、ええ、諏訪大社の、まあお祭りに関するもの、善光寺に関するお祭り非常にこうそっくりで似ているなというのがありますし、うんうんうん、さらに言うとですね、うん、守屋柱じゃない、御柱の周期っていうのは昔から、はい、あの虎年と猿年の、はい、で6年周期なんです。で栄光柱っていうのはあのまだ300年しか経ってないお祭りですけど、最初の100年ぐらいはね全くの、不定期、全くの不定期です。でそれがねだんだん6年周期になってきて、合わせるよね、守屋柱のね、御柱の2年前になるんですよ、はい、で戦後になって御柱の1年前になってくる、うん、すなわち御開帳と栄光柱の周期っていうのは、
御柱の周期に全然関係なかったのがだん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 近づいてきたというのがね明確に見て取れますし、形もあの明確に御柱の形にまあ追随しているということが明確に見て取れるんじゃないですかね。なるほど、はい、まあいろいろあの聞いたけど全て解決はしてないけど内容的なものはねいろいろあるので、まあこれも善光寺コードっていうのは街歩きセンターの方にも販売しておりますのでね、ぜひお買い求めいただきたいなというふうに思います。まあこれちょっと面白いミステリー的なこともあるしね、少しずつね、解決できるような感じがします。今日はどうもいろいろありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。やめた、ごろがしだ。あ、いや本見ると面白いんだけどね、説明難しいね。難しい話だけど、うん、面白い話だった。面白いでしょ。よかったですよ、うん、本買ったね。いやいやはい、ごろさんでした。あのね、はい、ちょっと面白いんだけどね、同様の街っていうのでね、真っ白ね、はい、あるじゃないですか、はい、で今回ね、樋口家住宅でね、16日、明日から、はい、うん、この企画展をね、ちょっとやるんです、うん、入場料無料、はい、9時から16時30分まで OK っていうんで、はい、ぜひあの見に来ていただければいいなと思います、はい、ですね、30日まで以上やりますんで ね、はいはい、お願いします。それとですね、はい、明日じゃなくて木曜日、ごめん、木曜日これね、はい、町県町、夢空間の町県でやっております。旧真っ白駅の活用を考えましょうというので、うん、ワークショップをやる予定です、はいはい、ぜひご参加いただきたいなというふうに思います、はい、もう一つ、ね、はい、真っ白で、ね、さくらんぼ狩りなんてのがちょっと出てきましたんでね、これもねちょっともぎ取り食べ放題なんだって。うん、これね白石農園でね、6月1日からね、うん、7月5日まで、うん、10時から5時までやるってんですよ、はい、一般1500円で、もぎ取り食べ放題だって。うん、ぜひ行ってください、宮坂さん。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、ということで、来週は、ね、来週はですね、はい、これ243回ですけど、はい、またちょっと私がやるんですが、はい、2週続けたご苦労さんです。ね、今回ね、はい、あの七福神巡りってちょっとやったのよ。あ、前もやりました、ね。前やったでしょ。やりました、覚えてます。で、やって、はい、最初やっていただいたらね、250人だって。あれは大変ですな、うん。やっぱりね、これもね、あのあれ、法理神社、さっきね、うんうん、話したじゃない、本柱でね、うんうん、あ、法理神社の相談役でね、手塚さんっていう方、まあ、この方がね、ちょっと、七福神、今までね、10年前ぐらいかな、いろいろやってみたけどね、ちょっと、なんていうの、できなかったの、今回これ、手塚さんのご協力でね、ばっちりできました。で真っ白で、ね、長野にも七福神あるけど、うん、真っ白でも七福神ができたということでね、今回、だいぶ大盛況だったっていう、まあ、そういうお話ね、もうちょっとお聞きできればいいかなというふうに思います。いいですね。はい、そんなことで、はい、よろしくお願いします。来週はね、はい、七福神巡りの話ですね。そうなんです。はい、はい、わかりました。そんなことでよろしくお願いします。それでは来週のしゃべくりましょう。どうぞお楽しみに。はい、よろしくお願いします。